エレクトリックビルシーデザインシステムは1980年代前期にスティーブン・エイム・ルービンによって開発されたエダツール。エレクトリックは回路図や集積回路のレイアウトを描くのに使われる。また VHDL やベリログといったハードウェア記述言語を扱うこともできる。このシステムは設計規則チェック、シミュレーション、配線、レイアウトバーサススキーマティック、ロジカル、 エフォートといった多くの合成、解析ツールを搭載している。2016年の時点でエレクトリックは GNU プロジェクトの一部として Java で開発されており GNU GPL バージョン3以降を要件とするフリーオープンソースソフトウェアとして配布されている。エレクトリックのスクリーンショットエレクトリックは1980年代前半では C 言語で書かれていた。それからしばらく後に エレクトリックは大学や研究機関向けに無償で提供され国際的に広く使われるようになった。1980年代中頃にエレクトリックはアプレコによりブラーボサンビルシーの名称で商品として販売された。1988年にエレクトリックエディターインコーポレーテッドが設立されシステムが商用販売された。1998年には フリーソフトウェア財団を通じてソースコードをリリースした。2000年にエレクトリックの配布のためスタティックフリーソフトウェアが設立された。2003年9月にエレクトリックの C バージョンが廃止されシステムは Java 言語に移植された。移植作業は2005年6月に完了した。C コードはまだ利用可能な状態にあるが開発。 またはサポートはすでに終了している。改良された新しい Java コードはすべてのユーザーが無償で手に入れることができる。ありがとうございます。